活動しています、はい。先日はですね、富士山 8.5 合目登ってパフォーマンスしたりとか、はい、あと山手線を一周29駅1日かけて、朝から夜までかけて約11時間かけてね、そうです、一日中回りました。はい、1日かけてダンスパフォーマンスしたりなど、はい、いろいろな企画に挑戦しています。私たちはですね、基本的にいつも、はい、諦めないことだったり挑戦し続けることをモットーに活動しています。はい、そしてですね、今日は東京エドウィーク2019さんに出演させていただくにあたって、はい、まあ、温故知新という言葉をテーマに今日はパフォーマンスをさせていただこうと思っております。はい、まあ、ダンスって言ったら、まあ、アングラなイメージとか、可愛い浴衣も着られたし、はい、ね、
私たち今年初めて浴衣着たんですけど、ね、今年初浴衣でした。いつもね毎年花火大会とか見に行くんですけど。
ができるように今頑張っている途中なので、またねどこかで皆さんとお会いできる機会があることを信じて、これからも頑張っていきたいと思うので応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。まだまだの私たちですが、これからも精一杯頑張るので、ぜひまたお会いすることあったら声かけてくださいね。はい、あと最後に1個だけ言わせて、はい、リミがこのあと4時からですね、東京エドウィークさんのファイナリストなんですよ、実は。そうなんですよ。最後このテストに出るので、もう皆さんもうこの状態で言わんとってほしいよねいや最後の最後に言いたかった。めっちゃ汗だくやん、本当。可愛いわよ。ありがとうございます。ありがとうございます。恥ずかしいんですねもう頑張りますので、はい、よろしく応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、じゃあ以上私たちリステージでした。ありがとう。